こんにちは、ホテル暮らし YouTuber の静香です。今日は沖縄県の今帰仁にあるたまるキャンプ場に来ています。なんかね、すごい大自然の中で今回このトレーラーハウスにみんなで泊まって一泊楽しみたいと思います。トレーラーハウスの中ですね、ルームツアーしたのでちょっと早速みんなに見ていただきたいと思います。ではレッツホThank you.
野菜を切って豚巻きにしました。どうでしたか？なんかね、すごい2ベッドルームあってめちゃくちゃ広かったです。なんかね、もうホテルと変わんないぐらい本当にすごい広くて大きいトレーラーハウスでした。一泊ちょっとしたんですけど、本当にね、寝心地も良くて快適で、なんかキャンプっていう感じがしなかったです。はい、そんな感じでちょっと久々のキャンプで初めてのトレーラーハウスだったんですけど、またなんか暖かくなったら、もう暖かいんですけど、またキャンプもしたいなって思っています。では今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバーイ。